遠征のぶしこぶし、おつかれまし、先生のぶしこぶしです。破天荒がやってきたぞ。自分で言わないそうやって。破天荒なコンビやってきたぞつって、最近どうこういうことだな。どういうことだよお前、無視されてんじゃないかよ。今日も破天荒な漫才しましょうよ。今日も破天荒な漫才、ね、破天荒って何よ。破天荒な漫才、破天荒知らないんですか。知らないよ。破天荒知りません。知らない。知りません。破天荒知らないよ。なんだ、あの知らないだろ。知らないんだよ。知らないんですか。破天荒って何よ。破天荒って言ったら男の中の男、常識破り、喧嘩よりもマリオカート。これが破天荒じゃねえか。これが子供だろ、マリオカート。いやね、僕ね、最近ね、新幹線との乗り方、これ考えたら、正しい一人での新幹線、何よ。こっち破天荒って言ってるんですか、うん、いきなり新幹線の話されたと困りますよ。いいじゃん、新幹線。破天荒なんか新幹線乗りませんよ。嘘つけよ。乗りませんよ、破天荒。じゃあ、大阪とかで仕事あるとき、何乗ってくんだよ。その時は破天荒、近くにある電柱をね、バンと倒すんだよ。それ、天高くポーンと放り投げんだ。で、ピューってこの飛んでる電柱の先っぽを破天荒がこうやって乗ってピューって行くんだよ。サオバイバイじゃねえかお前それ。で、そのまま広島まで行くんだよ。超えてるよ。で、新幹線で新大阪まで戻る。乗るじゃねえか新幹線。それが破天荒でございます。結局乗るんだろ。なんだよ髪の毛邪魔せんだよ髪って。新幹線乗るんだろ。じゃあ新幹線の話しようぜ。な、一人で乗るときどうしたらいいかって。しませんって。今日はもう30代の性の話をする。興味ねえよ。興味津々だろ30代の性の話。30代いいですか。新幹線乗ったらまずどうしたらいいか。いいです。邪魔するよその話。座席に乗ったらまず目の前のテーブルを出す。そのテーブル破天荒が肘破壊わけですよね。どうぞ乗りますからいいす、ね、焦げ臭いぞ肘が、はい、肘が焦げ臭いぞ。匂いを噛んでくろ。そうしたら次にですね、窓のカーテンを閉めるんです。やっぱ日光が邪魔ですからね。そのカーテンを破天荒が引きつけて身をまとう身をまとう。西日が入ってくるぞ。ここの窓から西日がになんて目で相方のこと見てるんだお前は。そうしましたら次にですね、やっぱり暇ですから iPod をつけた音楽を聴こうかなと思います。その iPod 破天荒が引きちぎって耳元で歌う。全部抱きしめて。さあ、そうこうしてますと向こうからお茶を売ってるおばさんが来るわけですね。すいません、帰れクソババ来てください。帰れクソババ買わねえよ。お弁当ください。買わねえから帰れってことだろ。はい、1000円ですね。プライスレス。クソババに対してプライスここでようやく座っている座席をゆっくりと倒します。それを破天荒が優しく戻す。でですね、隣の座席が空いてる場合のみだけですよ。同じようにテーブルを出すわけですね。そのテーブルを破天荒が肘でぶっ壊す。そしてゆっくりと座席を倒す。それを破天荒が優しく戻すと見せかけて下のペダルを踏んでくるんだ。生の世界へようこそ。ええやん。生の世界楽してねえだろお前。なんだ俺ら、うるせえな。なんだうるせえな。じゃあお前全然破天荒じゃねえだろ。破天荒だよバカ野郎。破天荒じゃねえよ。こんだけお前力出し切って頑張ってんのに全然ウケねえじゃねえかよ。ウケねえよ。ウケねえと。終わったか俺らは。終わってない。終わってないぞ。まだ始まってもない。これからののぶしこぶしです。ザコみたいな。何ちょっとカメラ目線でやってんだ。カメラ目線 DVD になるんだから。カメラ目線じゃねえ。そういうところが破天荒じゃねえ。破天荒だよ俺。何言ってんだ。破天荒じゃねえだろ。破天荒だよ。じゃあ言わせてもらうけれどもさ、おまあ、ずっとお前今日のネタ台本通りやったろなあ。破天荒だったらさ、アドリブとかいっぱいかましてさ、ツッコミ困らせてよそうだろなあ。そうやっていかないと破天荒じゃねえだろ全然。なんでそういうこと。なんでじゃねえ。おめえがそうやんねえからだろ。なんでここ。お前ら何見てんだ俺ら。お客さんだよ。何見に来てんだよ。お客さんが来てくれてんだろ。何見に来てんだとこいつらなんて。お笑いだよ。チケット買ったなお前なんて。お笑い。お笑い。お笑いなんか見に来るな。選挙行け選挙。世界中どっか選挙やってからそれ行けバカだれ。これどっかでやってんだろうけどお前。ごめんちょっと言い過ぎだ。じゃあ言うなよ。いいよ俺が話してるから。俺がミューズで顔洗ったって話してるからな。ちょっと待って。なんだよ。与えられた時間でもうそろそろだから、そろそろやんとこうかな。真面目だな。どうもありがとうございました。